はい、ということで始まりましたアニトーク第11回、今回もよろしくお願いします。アニメ系 YouTuber のちゃんかいです。そしてどうも皆さんこんにちは、花毛と申す者です。はい、ラノベ YouTuber のゆきともです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今回は第11回ということで、まあ、ついにねまた北谷になりましたということで、まあ結構やってますな。冬クールから始めてるので、まあ、だいぶおなじみの企画になってきてるかなと思うんですけれども、今回は花毛さんと第1回の花毛さんと第2回で呼んだゆきともさんの3人で、僕と入れて3人で話していこうっていう感じなんですけど、じゃあちなみになんですけど、ゆきともさんと花毛さんってこう動画で絡んだのって初ですか？初だね。初ですね、うん、あ、なるほど。じゃあちょっとまあ最初は軽くね、あのまあこう2人のね、ちょっとこう聞きながらね、ちょっとこう、まあ、親密にね、こう話せるようにね、したいなと、はい、思います。ということで、まあ、ちょっとね、今回、まあ、動画とかね、見てくれてる方、ご存知かと思うんですけど、花毛さんがね、ちょっと、歯がね、ちょっとまだ調子悪いかもしれないので、ちょっとね、ゆっくりめにね、こう、そうなんですよね、優しくいきたいなと思うので、はい。よろしく、ね。だんだん治ってはきたんだけど。いやちょっとね、うん、まあ、無理して、僕の動画で消費してもらうのもちょっとね、申し訳ないのでね、はい、いえいえ、まあ全然喋れるんで、でも本当にはいっていう感じで、じゃあどうですか、花毛さんとゆきともさんは電話で話したのは1回話しましたよね、確かサーバーとかで。それこそもうこれきっかけでですよね、話して、ね、そう、うん、で、まあ、やっぱあれっきりというかあれだよね、なんか最初この動画で多分はじめましての方がおもろいかなと思ったし、はい、一応あんまりまだ深くは喋ってないかな。そうだね、うんうん、ほとんどもう初、深い話するのはこれが初になるかなって感じかな、うん、なるほど。いやまあそうですね、まあアニメ言ったら今アニメでこう最善というか動画とかも出してる、最善走ってる花毛さんと言ったらライトノベルの最善走ってるゆきともさんなんで、なんかこう通じるものもあるかなって思うんですけど、どうですか、なんかお二人はこうお互いのことは結構意識したりとかしてましたか、何かしら。僕はね、でもやっぱあれだったな、 お兄さん的なあ先輩的だね、なんか感じ、もともと多分いたと思うんですよね、もうすでに僕が始める前ぐらいから多分いたような気がするですよ。どうですっけ同じ、いや多分ね花毛さんとか多分早いと思うよ、うん、ですか、きっと、うん、YouTube はそうだな、うん、あそうそう YouTube 自体はね早いかもしれないけど、なんかね本格的にアニメやりますみたいな時に、なんかいろいろリサーチしてもうすでにいた気がしなくもないからみたいな感じかな、うん、うん、まああれですよね、本当にある意味別、同じジャンルなんだけど結構別路線行ってるような気がするんですよ。そうですね、ラドメとアニメでもう、うん、うん、だからすごくなんだろうな、注目作品とかも違う気がする、なんとなく。確かに、うん、確かにそうですね、なんかマイクル取り上げるやつでもやっぱりまあ人それぞれ違うのはもちろんですけど、やっぱりなんか、うん、ゆきともさんの知識の幅的にはやっぱライトノベルとか原作コミックス読んでる状態の感想というか、そういう意見が結構毎回話してて、あ多いなというか、やっぱり原作ライトノベルコミックスめちゃくちゃ読んでるんだなっていうのが分かるんで、まあ、なんか本当にもうゆきともさんといえばなんかザ、なんか原作もうすでに読んでる派の意見が毎回聞けるような印象ですね。あ、僕としては正直一番怖い存在なんですよ、喋るのは。確かにね、なんか、うん、ネタバレ的にもね、はいはいはい、不用意なネタバレを食らいかねないからそれはありますね、うん、やっぱアニメ見てるぜとかね、まあ、やっぱアニメでしか見てないんで、どうしてもなんか深掘りがやりづらいとこもあるんで、うん、話してるとえこれ知らないのみたいな感じで怖いじゃないですか、なんかそんなことそんなこと言わないけど、まあ俺が結構ね気になったらすぐ原作読んじゃうタイプの人間だから、うん、もう一話面白かったら、ね、もう一気にまとめ買いしちゃうくらいな感じだからね、うんうんうん、まあまあでも尊敬できる立ち位置の人かな、うん、俺は、うん、はい、
どうですか、ゆきともさんからの印象で言うと、やっぱりそのまあもう始めた時同じくらいからアニメの動画とか出されてた花毛さんはなんかどういう風に見てました？ね、いやでもやっぱりあのペースで動画を出して、かつクオリティもすごいし、いや本当尊敬するなっていうのがまずあって、結構僕花毛さんの動画を参考にして様子を少し組み込んだりすることも結構あって、嬉しい。立ち絵とか結構初期からアニメをちゃんと紹介するようになってから結構使ってたじゃないですか、あのトランクス履いたT シャツ着て、ね、あのだからやっぱ僕最初はあの顔出しというかあのキャラ出しもしなかったんですけど、あ本当ですか、なんかやっぱキャラクターを早めになんか入れといた方がいいのかなっていうのは結構花毛さんの動画とか見て参考にしてたところもあって、うんうん、結構ね途中からキャラクターをちゃんと出してみようと思ってやり始めたのは結構ね、あの花毛さんの影響結構あると思うんですよね自分でも、あとなんか最近とかちょっとあのユーザーとの距離を近づけようと思ってアンケート的なのをやってそれを動画にするみたいなのをちょっとやり始めたんですけど、それもちょっとね花毛さんがやってるの面白そうで、なんかラノベ版でやってみたいなと思ってちょっと試してみたりとかしてて、かなりねいろいろ参考にさせてもらってありがたい存在ですね。いいですね、なんかまあ別に僕もそんな考えてないですけどね、そんな深くは。でもなんか立ち絵をこう参考にしたって言ってもらうとね、この要はゆきともさんという人格をなんか手助けしたみたいでいいですね。そうですね。結構あれじゃないですか、アニメ、まあね、ちゃんかやくんもそうだけど顔出ししてる人がやっぱ多いから、うん、アニメ YouTuber でも結構顔出ししてる人多くて、なんかその中でさ、なんかこうキャラクターでやってる人ってあんまりそんなに少ないから、なんかね親近感湧くというかね、なんかいろいろこっち路線でも頑張っていけるなって思ったのは、ね、結構花毛さんのおかげかなってとこですね、嬉しいな。でもなるほどですね。いやまあなんか結構思ったより視聴者から見たら多分そのあんまり関わってないのかなっていうか、まあジャンル言うとライトノベルのアニメって感じなんで思ったかもしれないですけど、うん、意外とこうやってなんか影響を与え合ったりとかしてるようなものってやっぱり僕と花毛さんもそうですし、僕と雪友さんもめちゃくちゃあるので、うん、まあなんかこういったところでそういう関連性もあるんだなっていうのは知ってもらえたらいいなって思いますね、なんかね、いつかそれを生かした企画とかできればいいですね。でもあ、そうですね、ラノベ組とアニメ組とみたいな ね、ラノベ組俺しかいないけど継続的にやってる人がそうですね、まあ、ね、ちょこちょこね、ちょこちょここう少しずつ増えてもらって、いやでもなんか1万人超えの人がまた出てくるとまた雪乃さん的にもこう面白くなってくるよなとは毎回思います。そうそう、あの面白いのはさ、俺結構あのチャンネルの分析ツールみたいなのがあるじゃん、その中でさ、こんなこの人はこのチャンネルを見てますみたいな関連性みたいなのを表示するところがあるんだけど、はいはいはい、僕花毛さん多分2つ目ぐらいに入ってますね、僕のチャンネルを見た人が見てるチャンネル、花毛さんが2番手とかになってましたね確か、チラッと前見た時だから、結構そういうつながりもあるのかなとか、視聴者もね、とかもあったりして、なんかそこら辺もね絡めてなんかやれたら面白いなと思いますね、そうですね、確かに。なんか僕も前見た時は花毛さんとかゆきともさん、ゆら遠山さんとかもここにいる人たち大体入ってるのはもう多分その当然だと思うんですけど、最近はちょっともうなんかショート動画の影響でもう全く知らない人になっちゃってるんですけど、まあなんかいやでもいいことじゃない、でも、まあ、新規のね新しい人が入ってきてるってことだからね、はい、頑張っていきたいなっていう感じですけど、まあ早速まあ今回あの視聴者さんからまあ前コメントが来てまして、まあ質問というかまあなんか答えてほしいような感じで、まあラジオのまあお便りみたいな感じで話していくんですけど、いやこれありがたいね、これはいありがたいですね。じゃあマイクールどれくらいの作品数を見てますか、そして、まあ、なんか学校とか行ってて今勉強とか部活とかで出して毎回家帰ってから見る時間がどうしても限られてしまうと、で作品数がまあ本当に見たい作品数が多くて困ってますと、なんかそういった時に今雪友さんとか花木さんとか僕とかもそうですけど、学生の頃どうしてましたかっていう質問プラス、まあなんかどうしたら時間空けていけますかみたいな質問なんですけど、ちょっと難しい質問ですがどうでしょういやあれじゃない、でもそんな全部見ようって思わなくていいんじゃないかなっていうのがあると思うけどね、やっぱ
だから、俺学生の頃やっぱそんなにたくさん見てなかったもんな。マイクール3、4作品見りゃいいみたいな。うん。で、後から話題になったのを一気に見れた。うん。っていう印象だから。確かに、なんかこう、何本見なきゃみたいな。義務感で見始めると多分アニメってつまんなくなっちゃうから。あ、確かに。なんかこうやっぱ見たいだけ見りゃいいと思うし、まあ、時間が取れないって言うけど本当にそうなのかなって、なんか割と時間ってあるよねっていう気はするんだよね。うん、そうですね。確かに時間って言っても、家帰ってきて、まあ、僕の高校の時は、まあ、19時に部活終わります、家帰るのが3、40分です、19時は20時とか、ご飯食べて21時、そこから言っても3、4時間あったりとかなんだかんだしますからね。まあ、それで多分 YouTube に使う時間が別であったりとか、今だと TikTok とか時間の奪い合いっていうわけで、そうだね、まあ、思ったより自分がアニメに使う時間が少ないのかもしれないですね、意外と。うん、なんか、まあ、あくまでもまあ趣味っていうところはあると思うんで、まあ、今お二人が言ったように無理して見る必要はないかなっていうか、うん、まあ、なんか好きで見るならやっぱりいいと思いますけど、うんうん、なんか自分が好きな作品見てるところで、その延長線でなんかこう10作品見てたとか20見てたとか、そういう感じが一番、まあ、ベストっすかね。うんうん、あと花毛さんも言ったけど、今って配信環境が結構整ってるから、なんかね、リアルタイムで見逃しても後でね話題作を拾うことができるようになりやすくなったから。そう、僕意外とやってるんですよね、うん、それ、あの、いや全然あるある普通に、うんうん、そのあえて86を寝かしましたので、ね、ああ、うん、確かに、あのなんか、うん、もう一気に見た方が多分面白いし、あ、うんうん、もう追っかけるのもね、なかなかあのマイクール全部は難しいから、うん、だから寝かすのもあえてありますね、僕は。それはありだね。なんかこう続きものとかね、引きが強い作品とかはあえて一気に見てまとめて見た時の面白さっていうのもやっぱあるから。そう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 、うん、やっぱ我慢できないのとかはガッと毎週見ちゃってみたいな、うん、まあ俺めっちゃ好きっすね、それ。やり方的に一気に見た方がさ、理解しやすいっていう時もあるしね、実際ね。あ、そうですね、うん、1週間空くと割と忘れるというかさ、なんか結構ね抜ける時あるからね、話が。いや、ほんとそうなんですよ。じゃあまあなんか結論としては、まあ、一気にするのもおすすめだし、まあ、もちろん自分は本当に好きな毎週楽しみで仕方ない作品はまあ追っていくとして、まあ、その中でこう、まあ、作品数が多くなれば、まあ、結局その自分作品数いっぱい見たいって方に関しては、まあそう勝手になっていくみたいな、まあ、感じですかね。まあ倍速とかはどうなんだろう。俺しない派なんですよね。僕もあんまししないですね。そうだね、あんまりなんだろうな、せっかくの演出とかさ、BGM とかもなんかおかしくなっちゃうだろうし、なんかね、あんまし何のためにアニメを見てるんだろうってなっちゃうよね、倍速で見始めると、はい、うん、いやなんかわかんないですけどね、その速読的な感じでなんか理解できる人はいるのかな、うん、みたいな感じですけど、まあ、話の筋とかは多分わかると思うけど、うん、やっぱなんかちょっとおかしくなっちゃいそうな気はするけどね、うん、シンプルに挑戦したことがないから俺はあんまり何とも言えないって感じかな、うん、なんか 1.25 とか 1.5 とか2とかありますけど、 1.25 でもちょっと早いなくらいの感覚だと思うんですけど、うん、でもなんか曲早くねみたいな、一回僕アハレンさんとかです、ね、やったんですけど、オープニングめっちゃゆっくりの曲が超早くなってたりしますし、なんか結局アハレンさんの良さってその妙なあの特殊な間延び感っていうか、そういう日常感が、うん、多分そのいいと思うんですけど、それがちょっと早くなっちゃうと、うん、テイストとかも合わないなというか、そういうのもあるんで、ね、まあなんだかんだなんか普通に見るのが、あ、まあ、結局は一番なんじゃないかなとは、ね、ただ配信サイトにデフォルトで機能としてついてるってことは、まあ需要はあるんだろうねきっとね。いやめちゃめちゃあるみたいですよ、でも、うん、本当にだから今の人はよくやってるっては聞くけど、うん、うん、まあ全然ね否定は僕しないけど、なんか違和感は出るような気するなと思いながら、ね、毎回その話を聞いてる、うん、誰も言ってないんだね、でもやっぱ、うん、この中に
まあ、でもやっぱりこうコンテンツに追われてるのかなみんな。ああ、ありますよ。いや多分でもそれかあれじゃないですか、結末をやっぱ早く知りたいんじゃないですか。ああ、なるほどね。うん、あの今でいう TikTok がめっちゃ流行ってるみたいな理由で。うん、確かに。難しいよね。そこら辺やっぱコンテンツの長さってね、僕たち YouTuber にとってもね、いろいろ考えなきゃいけないところだしね。そうですね。となんか同じ感覚なんですかね。やっぱそのアニメ見て原作買っちゃうくらい、やっぱその作品の続きは気になって早く見たいとか、そういう同じような種類の気持ちなんですかね。うん、そうだね。あとはまあ、アニメって受動的なコンテンツだからね、他のコンテンツに比べると、はい、漫画とか小説って自分のスピード感って調整できるけど、アニメって倍速にしない限りは常に一定なペースでしか見れないコンテンツだから、そこになんかねモヤモヤして倍速とかで見ちゃうのかもしれないけどね。ああ、まあそういうのはあるのかもしれないですね。まあなんか自分の楽しみ方をこう確立すれば、まあ楽しく毎回まあアニメ見れるんで、まあなんかそういう感じで人それぞれの楽しみ方を見つけて、まあ、見てくれればいいなって感じですね。うん、そうだね。なんかまあ無理するのが多分一番良くないから。そうだね。うん、そうですね。頑張れっていう感じ。頑張れって感じ。はい。はい、それじゃあ話聞かれまして、じゃあ早速ね、まあ作品数が多いって話したんですけど、早速今期春アニメの話をねしていこうかなと思うんですけど、いやまあゆきともさんと前遠山徹さんと3人でやった時に話したんですけど、今回花毛さんと春アニメの話をするのは多分初かなと思うので。いやあれじゃない、あの ゆらくんと話した時あれしましたっけ。ね、放送前か放送後か、いや放送後あしたかもしれないです。確かに。いやでも本当に走り始めぐらいだった気がする。でもまあもう、うん、5、6話でも中盤にも入ってるんで、まあ評価もちょっとね一定変わってるかもしれないんで、確かにサマータイムレンダーの話した覚えあるな。一応そう。ましたね。あれでしょ、うん、あの録画ミスったやつでしょ。いやそうなんですよ。徐々に怒んないといけないやつ。そうですね、そこのまあ話で、まあゆきともさん男子した時はじゃあ2話3話3、4話あたりそんぐらいだったかな確か。そこからまあ、うん、今回5、6話中盤なので、うん、ああもうそんな言ったんだね。でも5、6話早いね。もうね早いですね。なんか毎週動画上げてると思いますね。なんかしかもゴールデンウィーク入ってこう時の流れがすごい早く感じるっていうかあるんで。なるほどね。うんうん、じゃあ早速じゃあ花毛さんから触れていきますか。どうですか、何かそうね、やっぱでもあれだよね、その僕はめちゃくちゃ配慮しますけど、スパイファミリーはめっちゃ触れてると思うんですよ。はいはいはい。だからちょっとかわしましょう。いや、まあ、昨日の回は見ましたか。第5話ですね、第6話。あ、見た。いやなんか、ね、僕原作読んでないんですけど、うん、なんかあれなんですか、原作の内容がどうのって話をなんかすごいツイッターとかネットでめっちゃ見たんですけど、いやそれこそね、あの直近で本当に今日編集しようかなと思ってたんだけど、あれでしょ、なんかアニオリがめっちゃ入ってたみたいな話じゃないかな、うんはいうん、8ページぐらいしか原作ないのにそれを相当膨らませたみたいな話だったかな、確か。久しぶりにあんなアニオリで面白いの見たわって言うとかなり失礼だけど。そうそう、でもなんかアニオリイコールマイナスイメージって結構最近はついたじゃないですか、うん、でめちゃくちゃ面白かったな。なんだろうな、なんか僕4話めっちゃ好きだったんですよね。はい、あの4話って何の回だったっけ。まあネタバレ避けつつ言うとエレガンスの回。エレガンス、エレガンス剣の、うん、あ、そうかそうか。あの回めっちゃ好きでしたね。まあ、なんかヘンリー・ヘンダーソンでしたっけ、エレガントの人、あの人また多分どうせ出てくると思いますけど、なかなかいいキャラクターですね。キャラも強いし、ね、人気投票あったら1位になりそう。でまあね、まあスパイファミリーはとりあえずまあ他の方に託すとして、他の方ってかもう多分触れてるとして、うーんそうだね、そうだね。まあ、一応あれかな、サマータイムレーンだかな。でもサマータイムレーンはどうですか、触れてる結構。
ああそうですね、昨日あの初ゲストというかミクトさんをお呼びした時にちょっと触れたんですけど、うん、まあ、うん、5、6話なんで、まあ、僕としてもまあなんか人それぞれの話聞くのは多分考察要素あるんでおもろいかなと思うんで全然触れてもいいと思いますよ。これはああそうね、いやなんか要は今日触れようかなと思ってたのは、まあ、サマータイム連絡が出会いもんかな。ああ、うん、いいね、はい、まあ、後でとしてサマータイム連打なんかどうだろうな、人によっては一番面白いかなって人多いんじゃないかなっていうのは動画で話したんだよね、うん、なんつったって続きが気になるマジで、うん、はい、これ TVer 絶対見逃さないと思ってる。意地でもディズニープラスには入らんっていやまあ入らんってこともないんですけど、いや別に入っていいんですけど、僕あのサブスク管理が超苦手で、あ、うん、そう入っちゃうとなんかこういっぱい入っちゃうとやばいんですよ、なんかもういつの間にかあれ月1万何のサブスクにこんな使ってるみたいなになっちゃうんで極力入らないようにしてるんですよね。でまあね、どうだろうな、あの一番気になるのが僕影の存在なんですけど、はい、サマータイム連打はその本当に分かんないですけど、影の存在がそのちょっとファンタジー要素になるのかガチガチのなんか人間絡みの要素になるのかっていうか、なんか言い方むずいんですけど、要は誰かめっちゃ黒幕がいて影っていうのも人間の策略でアーダコーダになるのか、影っていうめっちゃファンタジーのこう存在があってみたいな、どっちの展開になるのかっていうのが一番気になりますね今。あ、まあ種類的には分かれますよね確かに、まあ、でまだ分かんないから一応どうなんだろうなと思うけど、ゆきともさんは原作読んでるのでちょっとニヤニヤしながら話して、何も言えねえと思ってそうですね、まあ、めっちゃ不気味だからあの作品言っても、そうだね、うん、まあ、どっちに転んでもおかしくはないんだけどな、まあ、原作読んでる身からするとよりやっぱねディティールが増してる気がするアニメで、さらに、うん、なんかやっぱ色がついてるだけでもだいぶ違うのかなと思ってて、漫画ってやっぱりモノクロだから、なんかあの島のなんかね熱い日差しとかさ、逆にそれと対比するような影の不気味さみたいなものがアニメですごい出てるから、かなりねいいアニメ化になってるなと思うね本当に、うん、うん、なんか確かにアニメ化して一番得してる作品かなって俺思うんですよね。そうだね、うん、それこそスパイファミリーとかは原作人気がもうすでにすごくて約束された派遣アニメじゃないですか、うん、そうだから結構ねサマータイム連打アニメ化してよかったんじゃないかなっていう一つの作品かな、まあ、2クールあるからこっからどうなるかって感じだけど、そうだね、あれだけストーリーがしっかりしてるアニメがね1本あるといいよね、そのクールに、うん、そうですね、ああいう作品ってなんかまあ今なかなかないというか、普通にもっともっと出てきてほしいんですけど、まあ、なんかああいう風に支えてくれるような作品が出てくればいいなと思いますし、なんかそもそもサマータイム連打の制作会社のなんかレベルがすごい上がってんのかなと思ってて、なんか OLM っていう制作会社なんですけど、あれがオットタクシーとか今とコミさんとかも手がけて、なんか去年あたりからすごいいい作品手がけ始めたのかなみたいな、今までも、まあ、いくつかやってましたけど、なんかそこまで当たって代表作っていう作品がなくて、うん、なんかこれからそういうのもその三大作品がまあ代表作って言われるようになるんじゃないかなと思いますし、確かにね、そう、コミさんと同じかって俺、最初思ったって感じかな。うん、で、コミさんもやっぱ作り込まれてるから、うん、うん、これから来るんじゃないかな。なんか最近新しい制作会社じゃないけど、なんか最近できた制作会社の活躍が目まぐるしい気がする。うん、はい。OLM って結構、キッズアニメをやってたんだね、昔から。あ、ね、ポケモンとか。そういう系のやってた気がする、うん、なるほどね、あ、だからまあ自力はあったんだろうねきっとね最初から、はい、なるほどね、だからそれが今、うん、なんか深夜アニメで開花してるみたいな感じなのか、相当古いスタジオなんだな調べると、うん、なるほど、
ってな感じですかね、サマータイムレンド、ね。そうですね。なんか難しいですよ ね。こう全部言いたいんですけど言っちゃったらあーってなっちゃうから。難しい。そう。まあ、影に関しては今分かってることはまあなんだろうな。なんか前もここで話したかもしれないですけど、まあ、なんか光とかで複製をしてでそれに多分おそらくまあ。前回の話を言うともしかしたら記憶が宿ってるのかもねみたいなのが分かってでなんかまあしおりちゃんとかのところらへん見るとまあこう小さくなってどこか逃げたりとかできるみたいななんか動きが変幻自在とか、まあ、なんか結構謎が多いっすね、うんうん、サマータイムレンダーいまだに何一つ解決はしないですからとりあえず。これ来たみたいなのはないんで、だから面白いんですけどね。そうそうそう、うん、いや、なんかハードル高いよね。そうですね。意見解決のね。うん、なんで、まあ、みんなそういう感じでね、少しずつこう考察とかして、まあ、コメントとかもみんないろんなところで動画とかにして、まあ、一緒に盛り上げていければなって思いますね。うんうん、っていう、まあ、感じですが。ゆきともさん的にはどうですか、あと他ある触れたいタイトルは。僕、花毛さんからさっき上がったんですけど、出会いもんはやっぱめっちゃ面白いですね、正直。あれ、そうっすね、あの癒し枠としてめちゃめちゃいい感じのポジションに入ってると思ってて、はいはい、やっぱ話、あれ、僕も原作、アニメ1話見てから原作全部読んじゃったぐらいハマってて、で意外とね話の流れ変えてるんだよね原作から。結構なんかねいろいろシャッフルというか話の順番を結構変えてて、それがねうまく機能してて脚本家はすごいうまいんだろうなって思ってて、順番変えてるんだ。結構変わってる。あの、まあ、ネタバレにもなんないと思うけどなんか助走する回みたいなのがあるんだけど、あの、はい、なんかね、周りのキャラクターが助走してたっていう話があるんだけど、あれ原作だと2話ぐらいからもう本当はあるんだけど、それをあえて4話ぐらいまで後ろに下げたりとか、なんか結構ね順番を変えることで話を整理して分かりやすくしてて、それがすごいいいなっていうのと、あとやっぱ背景がすごいいいなと思ってて、なんかちょっと絵本っぽいというか、なんだろうな、絵画っぽいみたいな背景のタッチ、よく言われてるのが朝ドラっぽいってなんか言われてる。そう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 、イメージ的にかなり外在的にも、うん、そう多分それも意識してるんだろうなって思って、なんかちょっと明るい背景だし、ちょっとなんかね絵画っぽい感じのタッチで、あれ結構大変だと思うんだよね、普通のデジタルでやってると思うんだけど、デジタルじゃなく見せるというか、本当にね手書きみたいなタッチの背景だから、はいはいはい、それをあれだけのクオリティでちゃんと京都の街並みをねやるっていうのはかなり実はかなり大変なことをしてるんじゃないかなって思ってて、なんか映像的にも面白いし話的にもねヒューマンドラマ的な感じで面白いんで、なんかね見てない人いたらぜひ見てほしいなって思うかな。なんかまあ好みはねどうしても分かれる作品かなとは思うんだけど、うん、うん、でも、はい、うん、見始めたら止まんなかったな。そうです、はい、うん、意外となんかこうキャラクターもポップだしね、うん、いい意味でなんか万人受けしてくれそうな作品じゃないですか。朝ドラって言ったと思うんですけど、今思ってやっぱなんか普段からアニメ見てない人とかもこう新生活始まって暇な時にこうのんびりと見れるみたいな、うん、なんかドラマ感覚で見れるような、そうだね、作品なんじゃないかなっていう、そういうふうに言うとなんかいい意味でアニメらしくないというか、うん、っていうのもいいですね、うん、俺主人公めっちゃ好きだわ、うん、あちょっとひょうきん者な感じでね、ひょうきん者な、うん、全くストレスを感じない、そうだね、主人公というか意外とさケアするところはケアする主人公だからさ、はい、意外とねなんかノンデリカシーに見えてちゃんとデリカシーあるというか、はいはいはい、そうそうそう、そうそう、なんかね朝ドラって言っちゃうとまたとっつきにくいかなって思っちゃうけど、でも普通にライトに見れるかな、うん、なんか進め方すごい難しいんですよね、でもこのアニメ難しいね、なんか人によっては退屈って感じちゃうかもしれないし、うん、見てて、うん、そうそうそう、うん、なんかでも僕はナゴムの元カノの人と、あとなんかギター弾いて YouTube とかみたいなのに、うん、アップしてたあの子が、まあ、両方ともこうナゴムに少し思いを捨てて、なんかその二人の、まあ、関係がちょっとおもろいなと思いましたねそうだね
割とその間に挟まれるね。ああ、いつかちゃんが。悪かったね。そう。あと、まあ、ある意味、お仕事系アニメみたいな感じで、俺は、はい、好感が持てますね。お仕事系アニメに外れないんで、うん、あんま。確かに。うん。出会いも、うん。出会いも意外と、なんか、トップに入るんじゃないかな、今期。うん、そうですね、うん。トップに上げてる人は結構多いですよね、でも。うん。うん、ハマる人はもうドハマりしそう。僕はもう一番いいなと思うのはあれかな、でもやっぱその季節感と京都感感じれるのが一番好き、うん、なんだかんだ。旅行行った日よりになれるっていう。確かに。うん。すごいなんか心温まる、なんかザ・ハートウォーミングストーリーみたいな、うん、なんかそのやっぱなんかこう僕たちの方で今言語化もある程度してますけど、やっぱりなんか見ないとこう伝わってこない雰囲気っていうか、そういうのもあるんで、まあ見てほしいですね、ぜひ、うん、一番難しいかな、進めるのは。確かにね、難しい、うん、確かに。まあそんな出会いもんですけど、まああと他、まあ僕が今超推したいなっていうのは、ぶっちゃけ賛否分かれてる現状ではありますが、まあ可愛いだけじゃないし、きょんりさんは僕はもうご利用ししたいかなとは思いますね。うん、なんかすごく、まあ僕の悲しいことに、あの主人公がなぜか叩かれてると、まあ泉くんが、うん、めちゃくちゃなぜか叩かれてるんですけど、でも今回の昨日放送された最新話でやっぱなんか泉くんの彼氏らしい一面みたいな部分もまたちょっとずつ見られてるっていうのはあるんで、ちょっとねなんかアニメ切っちゃったって人は待ってほしいなとはどうしても思いますね。好きなの、うん、この作品なんか全然普通に見れてるというか、はい、なんかそんなになんか賛否のポイントあるっていう感じ。いや、そうなんだけどね、なんかね、僕的にはハードルが上がりすぎた作品だったのかなってちょっと思っちゃう。行くからね、ちょっとね、そうそうそう、確かに僕もめちゃくちゃ期待してて、まあ普通に面白いんですけど、やっぱ周り強いんでそれなりに今期、ね、うん、ハードルがちょっとみんな上がりすぎててみたいなとこはあるのかもしれないけど、どうなんだろうな、でもやっぱ可愛いから見ちゃうけどな俺は。うん、なんか普通にシチュエーションを楽しむ作品だから、うん、なんかそんなにハードル上げて見るもんでもないのかなと思ってたけど、意外とやっぱ高かったのかな。ゆきともさん原作見てます？原作、あの最新刊まで読んでないけど何回か読んでますね。なんかその僕の友達が絶賛やってたのが、原作の絵とアニメが意外とだいぶ違うみたいな、あ、うん、ことは言ってて、ま、表情、かっこいい時の表情が、はいはい、なんかそう、原作は原作でまためちゃめちゃ素晴らしいらしいんですよ、うんうん、でそこなんかめっちゃギャップだったっていう話はしてたんですよね。あ、なるほど、ね、だから原作勢にこの話聞いてみたかったんだけど、なんかそこまでかでも、まあ、あと意外とねモノクロとカラーのなんかちょっと違いというか、あのピンク髪ってさ、うん、やっぱアニメだとさちょっとこう浮くじゃん少し、はいはいはい、原作だともうちょっとやっぱモノクロだからさ、もうちょっとなんかこうどしっと重たい感じに見えるから、そこのなんか軽さの違いは結構アニメとで原作で結構出てるかもしれない、それでもそんなに悪くないと思うけどな、個人的には、ね、うん、いやなんかなんだろうな、なんか四季森さんの可愛さとかが最初見てた印象よりもどんどん良くなって、どんどん魅力的に見えていって、まあ、毎週見ていくたびにどんどん好きになっていくみたいな感じで、自分は今、まあ、結構ラブコメ作品の中でも、うん、めちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱなんか一部からやっぱキセ恋、マイクールのキセ恋と比較されてたりもするんですけど、今ゆきともさん言ったようにシチュエーションラブコメなんで、うん、ジャンルがちょっと違うっていうか、まあテイスト違うよね、はい、全然違うと思うけどな、なんかそういうのもあるんで、なんかまあ他のラブコメとは確かにまた違う作品なので、楽しみ方がちょっと変わってるから、そういうのがなんか、まあ、評価分かれてるというか、まあ、なんかそういうのもあるのかもしれないですね、うん、まあ、ただキセ恋でラブコメハードルが爆上がりしてる可能性はそう純粋に、いや爆上がりしてるし、今期もなかなかやっぱ影谷さんとか揃ってるから、そうだね、うん、また上がってはいますよね、うん、うん、難しいな、でも確かに
かぐや様の最新話でラップ面白かったわ。あれね、なんかエンディングもなんかすごかったし、かぐや様基本3パートぐらい分かれてるじゃないですか、うん、そうですね、短編短編でラップ回めちゃ長と思って。長かったね、うん、しかもめっちゃ作り込まれてるし、しかもエンディング意外とガチだったしみたいな。はいはいはい、エンディング面白かった。いや、やばかったっすね。う、うん、なんかラップ回がね異常に多いんですよね。ラップ界、あのパリピ孔明もラップ界。そうなんですよ。パリピもそうだし、あともう一個なんかあった気がするんだよな。なんだっけな。ね。まあでもパリピぐらいか。なんでだろうね、急にラップが。うん、たまたまですかね。なんかたまたま。ね、ラップ全くわかんないんで、あれでしょ、ね。まあ面白いなぐらいで見てました。なんかかぐや様はちょっとネタっぽいっていうか、すっげえ腹くかいて笑いようなところがあったんですけど、パリピ孔明ってなんかザ・ストレートな、まあ、ラップというかそういうのがあって、あの千葉翔也さんでしたっけ、声優さんでいうと、うん、あの妖術の綾小路とか、あと86の新役やったりする方なんですけど、その人の声ってめっちゃいいなと思いますし、うん、なんか、まあ、普通にあの壁退治でしたっけ、あのキャラクターめちゃくちゃ好きになりましたね。うん、なんか大事だったよね確か。そうそう、今の声優さん大変だね、ラップもできないといけなくて。ラップで歌うのとかも大変そうだなと思ってさ、かぐや様エンディングで結構普通に歌ってたけど、えかっこよかった。かぐや様のねラップのエンディングマジでちゃんとラップだったな、多分。なんかさ作画もなんかさリアル調になってて面白かった、ね、あれねなんかあれ なんか思い出したんだけど忘れちゃった。なんか俺も絵柄あれなんか見たことあるなと思ったんだよな。分かる、なんだったっけなと思って忘れちゃった。なんか似てましたよね。うん、いやでもかぐや様マジでなんか作り込みエグすぎて、やっぱあそこまでのクオリティなかなか出せないよな。そう、感心する。あんな特殊エンディングまでしっかりとやってくるっていうのも、まあやっぱ凄みを感じますね。うん、まあ三大的にはそこら辺ですけど、あとまあ他も触れようと思ったら触れますけど、あの僕あれっすね、昨日青足最新話見たんですけど、めっちゃ泣きました。めっちゃ良かったです。ああ、うん、青足ね、俺まだ手つけてないんだよな。ああ、うん、いやいいっすよ。多分原作は全部読んでるから。あ、本当ですか。ああ、なんか俺は視聴者から見ろ見ろ言われて、あ、マジですか、後回しにしてるわ。いやでもいた方がいいっすね。なんか今日母の日なんですけど、母の日の前にこういうお母さんのちょっと印象があって、もうお涙がマジで泣きましたね。いやー普通に、まあなんか合わせっていう作品自体もいわゆる、まあ例えるならダイヤのエースみたいな、なんか本当に本格的サッカーっていう感じなんですけど、うん、なんかそのイメージでも作品が、はい、まあなんかその戦略的な部分とかもすごい見てて、なんか普通にサッカーやってる人も参考になりそうだなって部分もありますし、うん、なんか僕たちが見てても面白い、まあ、ドラマだったりとか、うん、あとまあ最新話はサッカーやってないのにめっちゃ泣かせられるっていうのは、うん、まあこの作品の評価がまた爆上がりというか、うん、ね、サッカー漫画で珍しく高校サッカーじゃないんだよね、あのクラブユースが話の軸になってくるから、なんかそこら辺の戦略的な話とかも面白いし、多分今や現行のサッカー漫画で一番ちゃんとサッカーしてると思う、青足が。うん、なんか昔の戦術とかの話とかなんか組み込んで最新に落とし込んだりとかしてて、普通にサッカー好きも楽しめる漫画だから、まあね、アニメとしてね、いろいろサッカーはやっぱ動いてなんぼだから、アニメにするとより面白くなるんじゃないかな、うん、そうですね。いやなんかね、やっぱりあれ声優さんも結構豪華なんですけど、普通に、どこだったっけな、制作会社、あれでしょ、あの IG じゃなかったっけ。ああ、そうです、プロダクション IG です、うん、とかも、うん、まあやっぱり制作面の部分、なんかその作画とか演出もすごく良くて、なんか主人公とかが最初1話とか2話あたりで、なんかお金とかで、あの砂浜でなんか戦術みたいのをこう、まあ、一人一人その置いてやったりするみたいな場面を作るみたいなやつがあったんですけど、その演出がなんか実際にサッカーするときに上から
こうカラスが見てる視点でそこからそのコインが落とされるみたいな演出があったんですけど、なんかそれめっちゃ好きで、なんかそういうなんかところどころなんかその特徴的な演出があってすごい気になったりして見てたんですけど、やっぱなんか2回とかも2回くらい見ちゃうっていうか、普通になんか今回の回とかも2回くらい見てめっちゃ泣きましたし、サッカー的部分もしっかりと描かれててすごいいいですね。なんか漫画読みたいなと思いましたこの作品。あ、漫画読んでみたいね。確かにこういう作品のね、はい、こういうのってなんか、うん、特に僕スポコン系は好きなんで漫画読みたくなっちゃうんですね。大体漫画読んでるんで、そうだね、配給とかダイヤのエースとか、うん、そこら辺も絶対漫画読んでたんで、あと楽しみです、ね、スポーツものってさ1試合が長いからさ、はいはいはい、アニメも1試合長くなるじゃん。そうなんですよ。早く続き読みてってなるんだよね。そこになりますね結局。そうそう、この勝負どうなんだって思って結果が気になって漫画読んじゃうんだよね結局、はい、なるほど。確かに漫画も売れるでしょうっていう感じで、あとはまあ僕ちょっと個人的に触れたいと思ったのが、多分1回も触れてなかったと思うんで触れるんですけど、小見さん、まあ、さっきもから触れてたんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思ってて、この作品って実はなんか1期から100、200くらい売り上げ、原作の売り上げ伸ばしてて、あ、そんな上がったんだ、うん、結構実はあのキセコイに隠れてたりはするんですけど、意外と原作の売り上げ伸ばしてて、なおかつ2期からはまた普通に面白くて、うん、というかヤバイちゃん推しがすごくないかっていうふうに思っててまあおもろいですよね。なんかその一人一人キャラクターの役割があって、馴染みがこういろいろ振り回してくれて、そこでまあヤバイちゃんが小見さんとかそこら辺をこうかき乱して、で最終的に小見さん只野くんのまあ王道なまあ青春というか恋愛模様を描いてくれるみたいなところが、うん、それがなんか普通に何回見てもどのシチュエーションで見てもめちゃくちゃ好きだなっていう、うん、いや小見さんはなんか安定して面白いなずっと、うんうん、まあ安定してるからこそこう後回しにしがちで意外と2話ぐらい溜まってる作品なんだけど、うん、けどなんか見出して止まんないから結局バッて見るって感じ、うん、はいはい、うん、でもやっぱ続編ものの中ではどうだろうな、うん、続編かまあいろいろあるじゃん今回続編もの、はい、うん、の中ではなんか一番俺は楽しみかな、うん、どうだろう今のところ。あ、いや、まあ、オープニングがすごい、ね、あるけど、ああ、オープニングいいっすね。確かに青100色でしたっけ。映像だったら俺は かなり今期トップクラスだな小見さんのオープニングは。一期も良かったですもんね。一期も良かった。そうですね。なんかまあどっちも良かったか。なんかセンスがいい。ね、はい、映像がなんか面白い普通に。うん、なんか一期のオープニングのところどころを二期のオープニングでも使ってるんですよね。あれがいいなと思いますね、うん、普通に。なんかさ、あの最初画面比率違うじゃん。あ、ブランカンで見てるみたいな感じでさ、うん、縦になんか書いてありません、ね、あの歌詞っていうか。そう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 。ああいうのとかさ、なかなかできないというか、意外とセンス問われるからさ、いや、すごいなと思って。なんか、ね、サビの部分でさ、こう、画面が開ける感じとかさ、はいはいはい、あれだけでも印象すごい変わるなと思って。そうぞという時の演出とかがうまいっすよね。うまいね。この作品。うん。まあ、あと、なんか、ネタ的な部分でも、すごい凝ってるなって思う。演出というか、なんか花札とかで勝負する回があったんですけど、そこでもなんかあの VS って書くところのこうなんて言うんでしょう、なんか上にキャラクターいて、上にキャラクターで真ん中に VS みたいな表示が出るんですけど、うん、そこのなんかこう出し方とかもうこだわってんだろうなと思うし、なんかネタ的な部分もすごい凝ってて、ちょっとこれもまあなんか比べるとしたらかぐや様とかみたいになると思うんですけど、続編タイトルで、うん、うんうん、まあそれと負けないくらい僕は今好きですね。そうね、なんだろう、続編ね、結構2期って一番難しいけどうまくやってるなって思う、すごく、うん、まあ続編系だと、まあ、街角とかもあります、うん、縦の、俺は鍵などシーズン2を細々と見てるけど
あったな、確かに。確かにありますね。いやね、これね、難しいのがさ、マジで。いや、俺、個人的になんだけど、はい、あの新規取り入れる気一切ねえなって思っちゃうわ。いやー、ないんじゃない基本的に。だって、原作ネタバンバン使ってるしね。原作だから、そう、俺もたまに分かんないもんな。なんか、あ、これ、あ、なんだったっけみたいな。うん、でもやっぱエンジェルビーツのキャラクターの話がね、うん、あの出てきたりしてるから、そこはなんかエンジェルビーツ好きは楽しめるかもしれない、うん、なんか一気にエンジェルビーツ節が出たもんな。俺エンジェルビーツの OVA 見てるかと思ったもんなんか2話だか3話だかシーズン2の、うん、エンジェルビーツね、いいっすね。でも確かになんかキー作品ってもう、あの人によってはですけど懐かしの作品というか、うん、そういう感じなんで、ね、それらも新規というか、うん、まあ、似たようなというかそういう感じで見れるっていうのは、まあ、やっぱキー好きにはたまらないところだと思うんで、うね、最悪なんだよな、最悪目つぶっててもおもろいかもしれない。あ、話だけそう、話だけ確かに、確かにっていう感じ。いいっすね。こそこそと見てますよ僕は、うん、どうですかゆきともさん、あと他なんかもう一タイトルから触れたいんですけど、ゆきともさん僕ね、処刑少女のバージンロードが良かった。最新話、いやー、来ましたよね、6話かな、ね、原作1巻分を6話かけてやってくれたから丁寧だったし、いろいろね、まあ、ネタバレになっちゃうからあれだけど、ヒロインのいろいろね、なんか分かったこととかもあったりして、かなりね面白さ増したなと思ったね、やっぱ、うん、多分評価もかなり高くなったんじゃないかな。そうですね、うん、リクトさんとも昨日ちょっと軽く、まあ、動画じゃないんですけど話してて、うん、バージンロードなんかやっぱ面白さ格段に上がったねって話をしてて、うん、リクトさん的には、まあ、僕もなんですけど1話結構期待はしていた作品なんですが、ちょっとそこまでめちゃくちゃ面白いかっていうところで言うとまだそうでもなかったかなっていうところから、うん、もう最新話がめちゃくちゃ面白かったなっていう話をしてて評価が変わりましたね、やっぱり。そう、だから話の軸がやっと分かったって感じだよね、これで。あ、そうですね、この作品の軸というかね、はい、どういう風に話を展開するのかみたいなところがようやくはっきりした回だったから、これは評価されるぞと思って、いや、よくこんな丁寧にアニメ化してくれたなと思った、本当に。うん、JC スタッフが当たり役だった。JC スタッフが当たり役だった。そうですね。とりあえずまだ見てないな。なんかやっぱタイトル多いから、うん、その辺はまだ手つけてないって感じですね。はい、そうだね、うん、結構ね、なんか サイコパスなユリがいっぱい出てくるんで。そうですね。あ、ユリなんだ。いや、もう完全ユリだね。うん、なんかでも評判はいいのは知ってます、僕。うん。うん、なんかね、あれ2期やるんじゃないかなと思ってる、この感じ。そうですね、なんかすごい丁寧にやってるから、なんか原作ストックの使い方としてはなんか2期決まってんだろうなって思う使い方をしてる、うん、まあなんか、いや、わかんないですけど、来年かもしれないですけど、もしかしたら AT6 みたいに実質分割にクールの2期って、うん、なんか分割な気がしてる、結構。あー、うん、なるほど、確かに案外、あ、最終話放送あたりから続編というか、うん、秋に放送しますみたいな、全然ありえそうですね。うん、うん、なんか久しぶりに JC スタッフを良いと思ったわ昔めっちゃあれでしたよね、 JC スタッフはもう本当によく見るというか、そうですね、うん、なんかラノベすげえアニメ化してるんだよね、 JC スタッフって。そうですね、ここなんかこれからやる作品でも結構 JC スタッフあったりしてて、直近だとあれかな、異世界もので確かやってたはず、最強賢者のやつかな。ああ、はい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 、やっぱやってたし、夏からはね、ダンマチェもやるからね、確か、うん、確かにラノベ要素、レールガンとか俺めっちゃ印象ある気がする。そう、はい、レールガンは当たり枠、うん、ですよね当たり枠、まあ、僕的にはね、イメージはそこですね。そうですね、僕もそこら辺のイメージなんですけど、うん、なんか何なんですかね、いや、言ったらもう
本当に当たり外れって話になりますけど、なんかね、原作消費の仕方が激しい作品とそうじゃない作品が結構分かれてて、そこなんですかね。そうそうそう、ものすごい勢いで原作をスピーディーに消化するときは、あ、ちょっと荒いなって思うときは結構あるけど、うん、まあまあ、処刑少女は割と丁寧にやってくれたから、うんうん、僕的にはなんか制作するアニメの数がなんかずば抜けて多いイメージはあるんですよね、JC スタッフ。確かに、うん、大変なんだろうなっていうイメージは、ね、いっぱいラインが走ってんだろうね、きっとね、制作ラインが。制作会社のなんかこう一番でかい、一番でかいとこっていうか、なんか巨大なところのイメージだから、うん、はい、うん、なんかあんま詳しくないけど、でもなんか制作会社の、うん、なんか闇に迫りたいですけどね、僕は。闇気になりますね。気になりますね。多少も改善されてんじゃないのかな、今って。ああ、まあそうですね。昔ほど分からないけど。いや、なんか、まあ、ちょくちょくツイッターとか見てても、あのフォロワーさんとかが、なんか、あの制作会社が、ああ、あれが、金額がとか話を聞くと、うわ、なんかあんのかなと思って見てるんですけど、いや、なんか、まあ、盛り上がってほしいってのはもちろんあるんですけど、やっぱ仕事にはなると思うので。制作人一人一人もこう生活がかかってるので、ね、あ、なんかちゃんと、まあ、大丈夫なのかなっていうのはすごく、ね、お金とかがなんかアニメーターさん呼べるようになれば、まあ、いやなんか裏話聞くみたいな、そうですね、ありですね、結構、まあ、そういうのをちょっとまた今後ね、まあ、展開していければいいなって思いますね、うん、はい、はい、それじゃあ春アニメはまあこういった形になるかなと思うんですけど、まあ、今回終盤にもね入ったっていうことで、来期の夏アニメについてちょっと触れようかなという部分で、まあ今現時点もう出てる部分で話していこうかなと思うんですけど、ちょっとね、あの僕の視線がちょっとまた違うところに移るかもしれない、そこはちょっとご了承くださいって感じで、どうですか、まあ来期はさっきまあ軽く話してた内容で言うと続編が結構多いよねって話をしたんですけど、うん、まあね、あんまりリサーチまだしてないんだけどね、でも、まあ、パッと見た感じはそんな感じするかな。うん、そうですね。まあ、僕個人としては、まあ、これ結構前も話してたんですけど、妖術2期がついに。まあね、多分視聴者も一番気になるんじゃないかな。そうですね。結局。うん。なんか、2期3期連続決定よりも、2期が7月放送っていうのにびっくりした。あ、早いっすよ、ね。早い。本当決まってから、うん、発表されてからもうアニメ化かって感じ。まあでも、鮮度は確かに大事だから。まあね。うん。めちゃくちゃいいとは思うけど、だまあ原作がもう2年生編に入っちゃってるから、入ってもう1年くらい経っちゃってるから、なんかね、早く1年生編を駆け抜けたいのかもしれないね、アニメは。僕考察動画とか見てますけど、なんかもう結末の予想とかはね、もうほぼほぼされてるんですよね、妖術って。いや予想というより妄想かな、どっちかっていうと、うん、全然わかんない、そうそうこんな展開になるんじゃないかっていう考察の名を借りた妄想って感じ、はいはい、いや見ちゃいますね、あれめっちゃ見ちゃいます、妖術の考察は。いや妖術の考察は本当にね、需要高いね、マジもうみんなね、もう話したくて仕方ないんだよね。もうアニメ勢としては単純に綾小路の無双加減みたいな、そうだね、ですね、うん、まあ、ようやく結構ね、あの次のクールから割と本気出すことが増え始めるから、うん、よりね、なんかね、ワクワクすると思うな。一期の最後の方を綾小路氏がなんかね、活躍というか、そうだね、なんかしだしたような思いではあるんですよ、ね。大、う、体、ん、なんか傍観者だからね、基本的に。はい、うん。で、めっちゃ気になるってとこで終わったから、そっから10年ぐらい待ったって感じですね、要は。何年だ？あ？まあ、10年も経ってないか。5年か。年って全然経ってないわ。5年ぐらい。でも、あれですかね、さっき言った通り、あの、決まってから放送早くねって言ったの、多分、おそらくなんか、しばらく待たせてしまったから、本当は4年ぐらいで、あの、発表できたけど、もう、できる限り、こう、戦力みたいな感じだったんですかね。うん、多分、なんかちょっと変わったよね、最近。そういうアニメの宣伝もね。ですね。割とスパンが短くなったというか。なんか1年よりもっと早めにも発表してるところもあったんですけど、多分なんかそれが今ないというか、1年前とか、もう何なら半年前とか、そういうふうになりましたね。そうそうそう、まあ、飽きさせないようにってことなんだろうね、きっと。ですね。あんま期間空いちゃうと、なんかユーザーの熱量が下がったりみたいなのも見てるかもしれないですね。うん、ね、
まあ、続編だと、まあ、僕的にはラブライブスーパースターの2期というか、ラブライブスーパースターの1期が正直僕ラブライブめっちゃ好きだったんで見てたんですけど、あのめちゃくちゃなんかおもろくて。ああ、そうなんだ。なんかスーパースター評判良かったよね。良かったです。うん、なんかアニメっぽいラブライブだったみたいな、感じの話は聞いたけど、僕はあんま見てなかったですもん。俺も見てないや、俺ミューズで止まっちゃってるわ。なんか虹ヶ崎とはまた毛色が違くて。違うんだ。それがまた魅力的なポイントだったりって感じですけど、まあそこ以外に触れるのであれば、まあラブコメはクラとカノカリ2期とかですかね。カノカリか。どうしたんですか。どうしたんですか。なんかカノカリなんか嫌な思いあるんですか。いや、カノカリちゃんとさマガジン本誌で読むんだけどさ。ああ、そう、原作読んでますもんね。原作読んでんだけど話進まねえなーと思ってずっと見てるから。同じ。キャラは可愛いんだ。そう、キャラは可愛いんだけどなーと思って。なるほど。話進まねえと思ってずっと見てるから。それが魅力じゃないんですか。それよりもなんかもう僕たちのその熱量が下がるくらいもうぐるぐるしてるんですよ、ずっと。もうそろそろ勘弁してくれって感じになってる。もうそろそろお願いして、なんかね、いい感じになったんだよ、原作は。はい、またちょっとはしごを外されてしまいましてね。いろいろと。その中での 2期はどうなるんだろうみたいな感じ、ルカちゃんがどうなるかみたいな。はい、あれルカちゃん推しですか。いや、俺そうなんだけど、なんか嫌われそうだな。いや、ルカちゃんはね、あれですよ、あのルカちゃんは遠山奈央さん声優のキャラクターは、まあ、負けるっていうジンクスがあります、いや、あのね、それこそ単行本を結構俺も先まで読んでるけど。あ、そうなんですね。なんか嫌われそうなシーンいっぱいあるからな。あ、でもなんかカズヤのことが好きすぎて過度なことしてしまう感じですかね。そうだね。そう。いや、僕は、まあアニメ派なのでわかんないですけど、結局千鶴が好きっすけど、まあなんかそうですね。僕としてはマミちゃんがちょっとおもろいな。あ、まあ確かにね、その上を行くキャラではある。マミちゃんはなんかボスっぽいからね、もうね、ほとんど立ち位置、ね。あれ、いるじゃないですか、あれもうリアルにああいうの言ったら、ああいうのありますからね、まあ、気をつけても、あそこまで振り切ってたらもうもはや面白い感もあるけどね。どうなるかね、カノカリ。まあ、ワンクールでそんな話進まなそうな気もするんだよね、正直。だからどこまでやるのかなっていう次第かな。いやー、でもなんかオープニングとか気になりますね。なんか結構流行ってたと思うんですよね、なんかダンスのやつとかも、ああいうの。あれさ、確かあれだったよね、オープニングだったかな、なんかヒャダインさんが音楽やってなったっけ。そうなんだ。あ、なんかエンディングはなんかテンポ良かったやつだったんですよ。なんかね、音があれ心地よかったんだよな。あ、本当だ、音楽ヒャダインってなってる。やっぱ一味違うなと思う。あれっすよね、オープニングって青豚の君のせいのザ・ペギーズでしたよね、確か。そうだったっけな。で言えないやつね、確か。あ、そうその曲だね。いや、でも普通にカノカリは期待しちゃいますね。まあ俺は普通に楽しみかな。普通に今年の中で一番期待してたんで、僕はラブコメ役。そうね、やっぱ一気の破壊力もあったし、原作読んちょっと先まで読んでるけど面白いけど、まあ意外な展開にはなるけどね。確かに、意外な展開にはなる。てか逆にこれこそ主人公嫌われないって思うんですよ。主人公は一番嫌われてんじゃないの。そうだったんですかね。俺あんま感じないんだけどな、なんか意外と嫌われてる。感情移入できないとかっていうのは、まあ、ちょっと分かるっちゃ分かりますね、これに関しては。なんかダメなところにさ、意外となんか自分を重ねちゃって、自己嫌悪も含めたなんか嫌な部分が見えるキャラだよね、結構。そうですね、男のなんかちょっとさ、かっこ悪い部分を結構見せるキャラだから、なんかね、確かに。また他のなんかラブコメの主人公って結構かっこいいからさ、みんな、はい、ちゃんとしてるというか、だからより際立つよね、ああいうキャラは。そうですね、
確かにな、まあ、結構かっこいいところあるんだけどね、見せてくれるときあるから、そこでどう挽回するかのキャラだよね。まあ、カノカリはそんな感じですかね。まあ続編で言ったら、ね、1個めっちゃ楽しみなのある。お、何？メイドインアビス。あ、メイドインアビスね、うん、6番前やっててまたモチベ上がりましたけど、ね、まあメイドインアビスはまあ外れないでしょう。まあね、制作も安定だしね。そうね、いや、 なんかもう一番楽しみかな、言うて、うん、あの、うん、そうそう、一期が、あ、そうそう、映画のとこで最後っすね、うん、あれ多分映画かな、うん、うん、そうそう、ここからだからそれ気になるな。まあ漫画結構読んじゃったんだけどな結局、オープニングあと気になるな。なんか一期のオープニング俺めっちゃ好きなんですよね。うん、確かに来期ではかなり安定して楽しめそうだね、メイドインアビスは。うん、なんかでも俺あのちょうどその映画のとこの次からちょっと難しくなるような気がするんですよね、内容。ああ、話が、うん、話がどうだろうな、俺の理解力が追いついてないかもしれないけど、うん、だからそれをアニメでどう分かりやすくしていくんだろうなみたいな感じかな、うん、あとエグさが増すな。ああ、そうなんですか。まだだいぶエグいけどね。なんかね、エグさのベクトルがちょっと違うんだよね。ああ、そうそう。エグさのベクトルというか、なんか、うん、雰囲気がちょっと変わるかな。ほんのちょっと、うん。どうやってやるんだろうな。うん、それが楽しみ。ニクールでやってくんないかな。手ぐらい楽しみですね。そうですね。うん、いや、続編やっぱ多いですね。今見ても多い。オーバーロードだとか、ダンマチだとか、あ、ドクストとかもありますし、働く魔王様とかも。なんか原作ライトノベルのいいとこが結構。そうだね。かなり多い感じがするね。なんかダンマチはそのステージが変わったというか、その、あの前からなんか本当にダンジョンの、まあ、なんかこれから冒険が始まる感が出てきたっていうか、うん、なんかダンマチはすごい期待してますね僕。ダンマチすごいよね、めちゃめちゃ長いよね。そうですね、ダンマチ4期かな、うん、これでなんかベルの OBA とかもやってるしね、うん、ああそうですね、 OBA もいやいいっすね、なんかベルの冒険団がまたさらに盛り上がってくるんじゃないかなっていう、うん、ダンマチはさ、原作全然出てこないのだけどうにかしてほしいんだよね。1年半、1年半ぐらい多分出てないかな。そんな出てないんですか、そんな出てない。そう、さすがにアニメ化に合わせてそろそろ原作出し、だからね、原作消費すごいんだよね、アニメって。もう十何巻分ぐらいまで多分アニメ化してるから。で、原作10、今7巻しか出てないから、本当追いついちゃうよ、このままじゃと思って。早いですね、結構。早い早い早い、かなり。アニメのスパンも早かったしな。結構早かったし、うん、まあ1期からちょっと入ってたけど多分、うんうん、そこから 2,3 でパンパンってきたイメージ。そうそうそう、いや続編やばいな、普通にシャドウハウスもありますし、うん、いやなんかこれはすごいっすけど、まあ新作僕一番楽しみなのは新作だと、まあまあ、ライトノベル1巻読んでるからかもしれないですけど、ママ母の連れ子が元カノだった、ね、うん、そう、俺もね1回動画にしたんだよ ね、PV とか見てもアンクサムネイルがちょっとエロかったっすけど普通に、まあ、なんかちょっと前のラブコメ感あって楽しみなんだよな。そうですね、そういう感じもあります。結構家庭内ラブコメっていうかね、あの、はい、義理の妹ができて始まる系の走りだよね、かなりあれが人気になったから、今結構そういう系の増えてて、ラノベの中でも。うん、そうなんだ。なんか、義妹生活とか僕、ライトノベル好きなんです、うん。そういう家庭内ラブコメというか、そこの男女の話っていうのが、なんかそういう連れ、まあ、マーハの連れ子が元からなったのもそうですけど、やっぱなんか、そういうのですね、しかもこの元カノっていうその設定が、まあ、この作品にしかないのかなっていう部分もあっていいですね。
元カノ、元カノ設定かなりうまく使ってる作品なんだよね、ママ母は。なんか難しいけど、ライバルは自分なんだよね。なんかおた、なんかこう主人公もヒロインも昔付き合ってたっていう幻想があるせいでいろいろややこしくなるみたいな、自分がライバルっていう感じの、そうですね、ラブコメになるから、そこら辺をどう表現するか。結構原作はね、主人公視点ヒロイン視点を交互に繰り返すみたいな構成が多くて、あそこら辺アニメでどうすんのかなみたいな気はしてる、うん、僕1巻しか読んでないんですけど、あれなんかゆきともさん動画とかで言ってたのか、なんか4でしたっけ、 3巻4巻、なんかそれはめっちゃおもろいっていう、 4巻までどうにかアニメ化してほしいけど、区切りが悪い、だからいい区切りがない。なるほど、うん、まだ普通に続いてるしね、まだ終わらないだろうし、そこはちょっと構成のね、ちょっと上手いところをこう見せてもらえるとね、いいはずですよ。EV の知識しかないけど、主人公のこの感じ懐かしいなって思いながら見てた。ああ。こうなんかちょっと透かしてる感じやな。確かに、そういうキャラだね。そうそう。欲しいな、こういうの。ちょっと皮肉言っちゃうみたいな感じのキャラね。確かに、今あんまいないかもな、ああいう感じのキャラ。今ってなんか受け身的なポジション多くないですか、装飾っていうか。なんか。どっちだろう、バッチリこう分かれるかな、本当になんかイケイケというかさ、本当にできるやつ、はいはい、優等生みたいなキャラもいるし、すごい装飾系な感じで、なんか完全に分かれてる気がするけど、うん、あんましああいうなんかニヒルというかさ、ちょっとひねくれた感あるキャラは少なくなった気がする、最近は特に、うん、そうですね。あとなんかな、俺がね気になるのはあれだな、エンゲージキス出ました、はい、マルト先生だね、サエカノとかの、はい、が脚本で A1 ピクチャーズというね、なんか可愛いですね、キャラクター。これね、一応 PV で公開されたんだけど、バトルものなんだよね。なんか最初に発表された時はなんかドタバタラブコメとか言ってたんだけど、なんか普通に異能バトルものっぽいっていうのが最新 PV で分かって、あーまあそうなるよねっていう感じで、ちょっとね気になるんだよね、すごい。なんか不思議な雰囲気ですね、キービジュアル見ると、うん、そうだね。いやちょっと僕は珍しくネガティブなことを言うのであれば、ちょっと最近ね、バブルを見て思ったんですけど、うん、サイカノのマルト・フミヤ先生×デート・アライブのツナコ×かぐやさんを膨らしたいの A1 ピクチャーズっていうのは、すごいいいんですよ、僕もめっちゃ惹かれるところなんですけど。でもいやちょっとね、バブルとか見てね最近思うんですけど、こう船頭ばっかりを集めるとあんまり良くない化学反応が起こるような予感もちょっと しなくもないような、まあとかありますね、でもよくある手法だからね。そうですね、よくある丸々かける丸々は、はい、まあでも、はい、うん、そうですね、普通に PV 見てまあでも外れないとは思うんで、うん、うん、楽しみです。まあ脚本次第じゃないかな結局。そうですね、いやでもマルト・フミヤキ先生ならもう期待しちゃいますね。分からないね、なんかあんまりバトルものとかやってる方じゃないから、なんか結構新境地かも、うんうん、俺もすごい原作ゲーム時代から追ってるけど、はい、あんまし見ない感じだから、結構アニメ向けにいろいろ脚本作ったんじゃないかなと思うから、あんまり予想つかないですね、パッと見てまだね分からない全然、うん、なんかどういう傾向かっていうのがあんまり予想つかない。うん、なんか1話見てみないとあらすじで、うん、分かる。あらすじの説明も超むずいですよこれ。難しいです。結構細々と書かれてはいるけど、どういうふうに描かれるのかっていうのはまだ明確には予想がちょっとできないかなっていう。多分感覚的には俺デートアライブに近いかなと思って。ああ近そう。どっちかというと、はいはい、うん、災害とか書いてあったから。そう。それかなんかこうシンフォギア的というかさ、なんかやっぱなんかそういう災害と戦っていく系なのかなっていう。うん、でそれに関してなんか人間側でもね暗躍してくるキャラとかいるんだろうなとか、多分そっち系かな、うん、確かに。まあキャラデザの原案がツナコ先生って考えると、うん、確かにデアラのところとかも、そうそう、確かにそんな感じしますね、うん、いいですね。僕は普通にこのタイトルのロゴがめっちゃ好きっすね、なんか
センスあるっていうか、ローマ字書いてあって真ん中にその今青春あふれるような、うん、なんかフォントの永遠芸術って書いてある感じがなんかちょっとさ、あの文字が崩れてるところとかもさ、はい、ちょっと不吉でいいよね、なんかね。ですね。いやー楽しいですねこれは、うん、てか、うん、これアニメ放送早くねって思いませんでした？いや早い、発表されたのだって3月とかじゃないきっと。ですよね、これも早いんだ。早い、まあこれはもう本当に楽しみな枠っていう感じですね。まあ、はあ、夏はそんな感じですかね。まあ結構まだ触れてない作品もありますけど、多分これからまた出てきて、そしてきっとこれから僕たち花毛さんとか、まあ、僕も、まあ、もしかしたら生友さんちょっと触れるかもしれないですけど、動画とかにしたりとかしてるとは思うので、うん、うん、そうね、まあ、もうちょっとしてから触れようかな。そうね、うん、まあ夏もすごくね面白い作品揃ってるぞっていうところで、まあ、皆さんもね、まあ、春ももちろんね今めちゃくちゃ楽しんでる最中だと思うんですけど、まあ、夏もねちょっと意識しながら楽しんでいったら面白くなるんじゃないかなと思いますし、まあ春見ながらねこう夏の続編タイトルがあって気になるタイトルがあるのであれば、今のうちに、まあ、前のワンクール目を見ておくとか、そういうのもね全然いいのかなと思うので、そこをねやっていただければなと思いますね、うん、はい。っていうまあね、引き継ぎも多いしね、ただ。そうですね。多いというか、うん、サマータイムレンダーとかそれこそ。いや、夏はやってくれるのがいいですね、うん。サマータイムレンダー、そうそう、タイトルにもある通り、夏の離島の物語みたいな感じじゃないですか。ちょうどね、夏感あるからね、あの作品。いいですね。なんか、こう、夏にこう僕たちがこれを見ることによって、味わえる雰囲気感というか、そういうのちょうど夏に見てえなと思ってたから。確かに。はい、まあ。また格好とかもね引き続き連続でやってくれるみたいなのでね、そこも楽しんでいこうって感じですね、うんうん、っていうまあ感じで、まあ、結構今回はだいぶ枠的にも長くねあの話させていただいたんですけど、どうでしたか、ゆきとまさん、花木さん、ちょっと お二人はもう親友レベルの友達になりましたかいやまだまだね、こっからいろいろね話していきたいな、うん、なんかいろいろやっていきたいしね、一緒にね、そうやって。そうですね、うん、まあ僕はもう本当どっちかといえば親友というよりはなんか先輩だな、もうなんか、あ、うん、だから先輩というかね、うん、なんかいろいろ教えてくれるから作品とかもね、なんか説明がやっぱ上手じゃない。いや、わかります、僕特にすごいなって思うのはやっぱりその原作とかあの、うん、多分ここら辺にいるこのアニトークのメンバーの中でもその制作の人とか脚本の人とか、今言ったように丸戸文明さんとかの話してくれたように、うん、そこの知識とか知見があるので、やっぱそれ話してて僕も参考になるな、勉強になるなと思うし、また僕もちょっとそういうところもどんどん詳しくなっていかないとなって思わせてくれる先輩なんで。そうそう、だから今話しててもさ、なんか 作品の説明して、あ、ああそうか、いや思いますよ、ね、終わっちゃってたからもあるし、やっぱライトノベル読んでて、そしてレビュアーでやっぱ僕たちも何かこうね、あの影響を受けるような方なので、うん、いいっすね、なんか持ち上げるじゃんいやまあそうっすね、まあもしかしたらね、僕も、まあ、五等分の花嫁 あの舞台挨拶僕応募したんでね、まあもしねちょっと当たった時はね、またお会いしたいなと思うので、ああぜひ東京に来た時は、はいはい、まあ、桜屋さんと会った後にその話を、ね、しようかなと思って、生友さんにさあった、桜屋さん見た、舞台挨拶でね、見た、見たね、会うじゃないから見たから、いやまだそれ間違ってるからね、会うっていうのはね、まあ、総合的に話だから、それ見ただからねいやちょっとね、僕の計画がね、ちょっとまだここからね、はい、あ、そうね、はい、まあそんな感じなんですけど、まあ、なんかもそれのも花木さんとかも交えてね、また実際にね会って話してたとか、もしくはまたいつかね、まあ、こうやってもう今最近 PC ちょっと変えて、まあ通話の形式を生配信でもできるようになってるんで、まあなんか生配信でなんかね雑談とかもやったらめっちゃおもろいなと思いますので、なんかそういう感じでねこう交流とかももっとできればいいなって思うので、なんか、ね、楽しんでいきたいですね、この3人も含めて、また他のメンバーとかも、うん、まあ、いっぱいいるのでね、うんうん、なんかね、飲酒配信、飲酒生配信、いやいいっすね、なんかやりたいですまあなんかなんなら3人手元とかして、ね、やる、うん、面白いですし、うん、さん確かにお酒飲めそうだな、俺めっちゃ弱い
あ、弱い。めちゃめちゃ弱い。僕も弱い、弱いと思います。めっちゃ発案者で弱かったんだ。僕毎回居酒屋行って、居酒屋行ってゲロってます。あ、それは飲み方が悪い。いきっと。多分そうです。まあ、そんな感じでね、楽しんでいきましょうっていう感じになりますね。はいはい、まあ、今回は1時間半とか近くですかね、その枠でやらせていただいたので、ね、また次の回は、まあ、また3人で話したりだとか、まあ、さっきあのトークで出てたように、アニメーターさんとかまた、その僕の知り合いとかでもし出てくれる方とかいれば、またお呼びして、その方と1人交えて話したりとか、まあ、そういうのもね、またいろいろと新しいこともやっていきたいなと思いますので、ぜひともね、あのリンクの方、ゆきともさんと花木さんの Twitter、YouTube、インスタグラム、TikTok とかいろいろね、発表しますやってないけど、はい、Facebook とかね、まあ、ぜひともね、Facebook とかね、多分誰もやってない、ホームページとか、あのブログの URL とかね、やっておきますので、ぜひともね、はい、チェックしていただければなと、はいはい、思います。じゃあ、今回は名残惜しいですよ、この辺で終わろうかなと思います。はい、それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。